じゃあよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、三浦です。今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。昨日の続きになります。2023年ワールドカップ最終メンバーそろそろ発表ということで、好評につきということで、まあ、すいません、勝手に好評って言っちゃったんですけど、多くの方にコメントいただいたのと、多くの方に見ていただいたんで、やっぱ気になりますよね、それはね。なので、これ発表して しまったら、元も子もないんで、選ばれてほしい選手、追加5人、プラス、さらに5人を勝手に上げてみたと。いうことで、お付き合いのほどよろしくお願いします。昨日の最後にですね、この5人、今回、選ばれてほしいぜっていうことで、挙げさせていただきました。やっぱね、レメキはそうだよねっていう声多くて嬉しかったですね。そうなんですよ。なんで代表離れてたか、誰かがコメントしてたけど、もしこれで入んなかったら本人が断ってる以外理由考えられないですねみたいなコメントあったんですけど、おっしゃる通りだなっていう感じなんで、レメキと。いうことと、あとファカタバと、いうことはもうみんなもう お若いかなっていうことと、なぜか三浦が明治に厳しいとかいうわけわかんないコメントがありましたけど、S さん、私は明治が大好きですけれども、まあ、ただ冷静に考えてみて、確かに他小山選手とかは もちろん声かかってるんで、内田選手とか当然ね、まあ、ちょっと前まではもう代表の顔でしたから、だからそういう意味ではちょっとその隙間でなんか呼ばれてねえぞとかいうニュアンスも僕が勝手に思ったんで、福田健太選手ということをお伝えしましたということで、まあ、福田選手ファン多いですね、実際にやってみて思いましたが、で、この2人はなんかもうみんなもうね、おっしゃる通り、まあ本ちゃんだから、まあ、これがね、ワールドカップ終わった翌年とかだったらなんかの代表戦で声かけるっていうのは分かるけれども、まだもう最後もうだからもう本番直前なんで、そこはどうなんでしょうかっていうご意見もまあ分からなくもねえなっていうことなんですが、僕の思いとしては一回合宿に呼んでですね、それで違うと思ったら外せばいいかなってっていう思ってて、1回は呼んでもらいたいなっていうのがこの2人に対しての僕の思いですね。で実際にやってみたんですけれども、なんかもったいなかったんですよね。やべ、10人にすればよかったということで、またやりますとああいうことなんですが、それが今日もう次の日に早速やろうということで、また時間かかっちゃったんですよね。見てたらもう本当にもう先に言っておきますが、やっぱり山本海選手とか原田守選手とかも入れたかったんですけど、そこはちょっとですね、エコひいきになっちゃうから、ね、それは吉村選手とかもそれはどんどん入れたくなるけれども、好きな選手ね、だけどそこはちょっと冷静に考えてですね、あの5人と同じ並列でよでもいいんじゃないかなということで、ちょっとやらさせていただければなと思います。よしということでいきましょう。でまずですね、やっぱウイングもう一人欲しいなと思って、もう実はこれコメント見ていただいた方はお分かりだと思うんですけど、実はその選手昨日も入れようと思ったんですよね。でそうなってくるとちょっとウイング2人になっちゃうなって思っちゃったんで、一応僕なりにですねバランスを振り分けたっていうところもあるので、なんですが、やっぱりコメントもあった通り、もうこの第2回目にして5名プラスもう5名入れんだとしたら絶対彼は入ってくるでしょうということで、皆さんお分かりだと思います。そう、猪木ブルワーということで、イーグルス、まあ、途中からでしたよね、出てきたの。待ってましたで猪木ブルワー選手はもちろん特集しておりますと、まだ見る未来のスターを探せと、はい、いうことで、イーグルスでもう不動のウイングに定着しましたね。もう定着した。で、猪木ブルワーでネット検索してみたら、なぜか僕のこの動画のキャプチャーが結構上の方に上がってて、SEO 強えななんて思ったんですけど、まあ、ちょっといいっすよね。だからもう、あとはその今求められてるキックディフェンスとか、その、ハイボールとか、あと、ね、キックの返しですよ。だからキックスキルですよね。だからランニングスキルとかはちょっともうかなりトップクラスなんで、琉球大の4年の時からに比べたらもう元に戻ったなみたいな感じなんですが、もう
まあ、入ってもおかし全然おかしくないですね。来たかという感じになると思います。ということで、5人追加5人目の1人目はやっぱり猪木ブルア選手かなと、ああいうことでございます。で、次に手こ入れしたのがあのフルバックですね。で、尾崎誠也選手がウイングっていう可能性がある中ですね、やっぱなんだかんだ言って山中選手と野口選手の2大巨頭でずっと来てますよね。で、そこで去年はメイン平選手とかも、そこのやっぱ3番手クラスのポジションで、あとユーティリティだからメイン平選手とかはいたんですけど、まあ、ちょっと怪我がちであんまりリーグワンでパフォーマンス見せれなかったから、まあ、ジェイミーがどう判断するかなっていうところは楽しみなんですけど、もう、ね、実力はお墨付きじゃないですか。なんですけど、この怪我の状況とかを考えてどうなのかなと思った時に、その逆にですね、フルバックとして最も、あ、だから山中選手は もちろんかあもうちょっと段違いだったんですけど、この尾崎誠也選手、野口隆二選手も大活躍だったんですが、結構肩を並べるぐらい今回注目されてたんじゃないかなということで、本来はスタンドオフじゃねえのかと、天理の時スタンドオフじゃねえのかと思ったんですが、ブレイブルーパスでもうなんかフルバックとしてもうなんかあのリーグワンから見てる人って多分松岡選手ってフルバックですよねってブレイブルーパスファン言いそうですけど、皆さんあの天理の時はバリバリのスタンドオフですと。あ、なんですがやっぱもう適応能力が高いんでしょうね。あ、もうフルバックとして相当いいですね。で、だからスタンドオフだからキックもいいんで、だからあとはハイボールですよね。ハイボールがどのくらい取れるかっていうところに関して全然、キック力もあるし、あのポジショニングももう2年目とかにしてめちゃめちゃうまい、2年目っていうかフルバックとして2年あのリーグワンになってからの経験がなあれだから、もうあのキックディフェンスのポジショニングとかももうバッチリなんで、だからあとはその野口選手とか山中選手にどこまで追いついていけるかっていう戦いになるような気がしますが、いかがでしょうかということで、やっぱね、松中選手は入ってくるなっていう感じでございます。で、3人目がちょっとフランカーからですね。フランカーからでそこで本当はねフランカーだったらもう橋本龍河選手か山本海選手って言いたかったんですけど、だってここにそうそうたるメンバーもいるわけだから、なんだけどちょっと彼を忘れてんじゃねえかなっていうところで、で実はキャップなんかすいません、ウィキペディアで見たんですけどキャップがないんですよね。アンダー20とか学生の時とかはもちろんキャップなんですけど、実はあの日本代表のキャップがないっていうのにちょっとだけ驚きを感じたですね。スピアーズの末永選手ですね。やっぱナンバー8とかもやったり、本当にスピアーズの中でもう、ね、大型外国人選手が多い中ですね、ここずっと日本人選手としてですね、まあ別に日本人海外があんまそんな関係ないと思うんですけれども、まあ、高いパフォーマンスを絶えず出し続けてて、なかなかそのなんていうんですかね、大型なバック5でパワー系だけでなくですね、低いタックル、低いジャッカル、運動量ということで、彼も近いんじゃないかなっていう気がして、呼ばれてもおかしくないかなとああいう気がして、ちょっと末永選手をお話しさせていただきました。で、すいません、ここまでで3人なんですけど、ちょっとプラス5として、まあすいません口頭で言っちゃうんですけど、ここに原尻選手も入れようかなと、イーグルスの原尻選手入れようかなと思いました。やっぱパワー系としてはあれ でマフィーの大怪我の後釜をもう十二分に活躍したんですが、ちょっと私三浦ですね、前さんの怪我人が気になるんですよね。稲垣選手ってもう怪我しないって僕勝手に思ってたんですけど、それは彼も人間だから怪我しますよね。で、ここら辺のメンバーがですね、もう
もうみんなも見慣れてる日本代表クラスのプロップ陣なんですけれども、ここにですねもうちょっと入れてもいいんじゃないかなと思ってて、でまずサンゴリアスの石原選手ってキャップ、すみません、またウィキペディアの情報で申し訳ないですけど11あるんですよね。だから、まあ、この前呼ばれなかっただけで今回はちょっと呼ばれるんじゃないかなと思います。ちょっと前さんが怪我がちなんで、日本代表クラスの選手が結構幅広く前さん声かけんじゃないかなと思った時に、ここで4人目なんですけど、ちょっとここの枠やっぱスクラム本当大事なんで、日本生命線なんで1人、この選手どうでしょうかということで、レブズの川田選手ですね。ちょっとレッドカードはちょっとあれはすいません、まあ、すみません僕が言うのもあるんですが、あんまりいただけないプレーだったと思うんですが、でもずっとシーズン通してですね、ブルーレブズ のスクラムを支えてたということと、なんか本当拓殖大の頃からスクラムにすごく定評があるっていうのはなんか僕噂で聞いたことあってですね、ということでちょっと今回声かかってもおかしくないかなと、前回の僕竹内選手を当てたっていうのが自分の中でねすごくあるんで、川田選手もちょっとありなんじゃないかな。スクラムは結構ピカイチなんでね、まあ、石原選手は声かかると思いますね。でもってこのちょっと狙ってですね、レブズの川田選手っていうのを入れてみました。で今日はプラス5って言いながらポジションは4つなんですけど、猪木ブルラ選手、松永選手、末永選手で、本当はここに原氏選手も入れようかなと思ったんですが、ちょっと三浦的に前さんを多く試してもらいたいなということで、石原選手と、川田選手入れさせていただきました。いや発表が楽しみということで、多分本当に5月上旬だと思います。楽しみに待ちましょう。昨日の動画たくさんの方見ていただきありがとうございます。なんか追加の動画を収録するやる気になったんで、連チャンでお届けさせていただきました。お付き合いいただきありがとうございます。それでは。